で喋ることあります。まず着ぐるみを着せ替えを変えてきました。でボスチャレンジってことで変えたら最初から着ていけばよかったぐらいこんなでかくて可愛かったんやっていう、この着ぐるみのヨッシーのアミーボで撮ったやつですね。これあと1個の着ぐるみがないんですよ。あと着ぐるみじゃない、着ぐるみ、それからさ、このねボスチャレンジが6個あることが分かりました。それなんでかっていうと花が足りないって言われて、それを3で割ると6になるんで、あと18個足りないってことですね。でやばいのが明日発売なんですよ、オーバークックが。でさっき10時にスマブラ 3.0 だけあってさ、もう俺クラウドぐらいの感じでいたのに、なんかめっちゃ面作れるとか動画編集とかなんなん、めっちゃ更新されてるニュースみたいやけど、だからもう今日ヨッシー終わらせなあかんのに、あとボス6個倒さん倒せるわけないよ、女も。しかもなんかお題めっちゃ難しそうなんて。で知ったことがさ、このねこれ、あ、当たった、初めて当たった。あのね、磁石がね、上に投げれるって知らなかったの、俺。知らないままクリアしてた、今まで。知らないままクリアして、ここ通らなかったっていう場所が、星のスターのとこにもあったけど、そういう感じで、斜め上に吐き出せることを俺知らなかったっす。これしないとお題クリアできないどころか、多分時間間に合わないっすよ。まあ、時間を間に合うためにも今早く。早くネズミからも取らなあかんし、この話なんなん、まとまらんな。つまり、6個のチャレンジきついっす。いつになったら俺コンプリートできるの、このゲーム。あぶね、脳みそもやんなかったよね、今のアポーズ。あべ、やばいやばいやばい。オッケー、いけるか。お、いけたいけたいけた、初めていけた。しかも今1回目であればもうちょっと時間早く倒せたかな。今ので、今ので、あ、は、手動いてた、かわいい。かわいいかわいい言いすぎやわ。せめてオバクが深夜に出てくれないとやばいな。ノーミスでクリア。ボスの顔が赤い、これが難しかったっす。斜め上押しながらやるとできるってことがこのボスのおかげで分かりました。今まで磁石の面で斜め上に投げたこと多分ないっす。上にあったかな、まあいいっす。っていうことであと5体いけるけ。ここの一面からめちゃくちゃ難しいからなって、雰囲気的にお題があって時間があってノーミスってことやよね、この雰囲気で言うと。何回戻らされてんの、ここのステージとかに。何回も何回もさ、まだコポチッと探し物まではいいわ。あのクラフトンキット、そっからですよ。え、何がクリアしたっつうの。まあいいわ、やってきます。